大人が子どもの心を忘れずに本気で遊んだ時って一番楽しいと思うんですよね。なのでみんなの子どもっぽさっていうのを解放するようなそんなきっかけになるといいなと思います。エールの CEO の岡島です。世界で初めての人の手で作った流れ星を流します。民間企業がこうエンターテインメントとしてみんなで楽しみながら同時に科学の貢献ができるっていう、そういうモデルがすごいいいなって思ったっていうので、とにかく流れ星流すって面白いじゃないですか。で人工衛星を打ち上げます。で人工衛星の中には流れ星の元となる粒が400粒入っています。人工衛星から流れ星の粒を放出します。でその粒が大気圏に突入して燃え尽きるんですけれども、それを地上から見ると流れ星に見えます。それでこうアーティストが星の歌を歌ってたら流れ星流れてくるとか、テーマパークでキャラクターがなんか杖を振ったら流れ星が発生するですとか、スポーツイベントのオープニングセレモニーに使うとか、そういうような使用用途を考えています。きっかけっていう意味では本当に単純で、2001年に獅子座流星群を見てその美しさに感銘を受けたっていうのが本当のきっかけになります。私がやらなかったら誰かがやると思うんですよ。誰かに先を越されたくないっていう気持ちがあって、早くやりたいなっていう一心で頑張ってます、はい、ただですね、ここまでちゃんと持ってくるっていうのはやはり別のモチベーションがありまして、で私は実はずっとその天文学を研究している学生だったんですけれども、天文学とか勉強して何になるのってよく言われてたんですね。でも私はその好奇心だとか、その人間がこうどこから生まれてきたかとか、そういうのを考える学問である天文学とか、それに付随する基礎科学っていうのはもう本当に人間の生活になくてはならないものだと思っています。例えば今便利にこう待ち合わせで地図とか使いますけれども、あれも GPS がないとできないじゃないですか。で GPS って相対性理論がないとあの精度出ないんですよね。基礎科学っていうのをちゃんと人類が研究していかないと、そのイノベーションっていうか、もう本当にダイナミックな変化っていうのは起きないと思っています。今回エールが行います人工流れ星というのは上空、50キロから70キロぐらいで発光します。でその領域というのは実はロケットが通過してしまう領域でもありますし、また地上から気球を打ち上げて観測できる領域よりも上の領域なんですね。したがってそこに滞在できる人工物というのは実はないわけです。そういう領域は中間圏と呼んでるんですけど、そこの状態をよりよく知ることが、近い将来のグローバルな天気予報に役に立つのではないかというようなことが、そういう研究が実際に進められています。エールのメンバーとか、その周辺にいてエールを応援してくれてるメンバーってすごい楽しそうに仕事してる人が多いと思うんですよね。大人が子供の心を忘れずに本気で遊んだ時って一番楽しいと思うんですよね。なのでみんなの子供っぽさっていうのを解放するようなそんなきっかけになるといいなと思います。